東京はバイト制において東の遠を意味する語である。現代では日本の東京を指す場合が多いが、他にも歴史上東京と呼ばれた都市は存在する。ここでは各国、各時代の東京という地名について述べる。宋代の東京を描いた巻物、清新本生命上家と中国の地名としては、日本語ではと、受けの読みを当てることが多い。 現代の標準語である普通話での発音は、どんじんである。東京は、中原においては落葉、または、開封を指す場合が多い。ただし、北方の征服王朝では指す対象は異なる。東京という言葉の起源は、五冠である。五冠は、全漢の都である長安から、東の落葉に遷としたため、落葉は、東京あるいは、東都と呼ばれた。なお、 この戦ンのために、主に、中国で、五官のことを、東官と呼ぶ。ついと、東は東朝安に置き、洛陽を、バイトとして、東京あるいは、東都と呼んだ。領は、国土を五道に分け、それぞれに上京林、府、東京領養府、中京大城府、南京赤津府、西京大道府のことを置いた。東京領養府は、現在の療寧省領養市にあたる。療養は、 福と奥にあたって、上平から解明されたものである。北総は、東京海夫婦、最強河南府、南京王天府、北京大名府の四つの都大奥四景生を敷いた。東京海夫婦は、現在の河南省海風市である。現在でも、画商として、海風を東京と呼ぶことがある。聖火は、東京京喜び府を都とし、西京西平府をバイトとした。 東京京喜び府は、現在の姉家海賊自治区銀河市である。後金は、大使川を挟んで、両洋の対岸に副都として、東京を置いた。高麗は、生徒会系に、東京、最強を加え三系とした。十五代、畜層の時代に、南京を加え四系とした。渤海は、上行流線府、東京立春府、中京県徳府、南京南海府。 最強王力府の五景を置いた。東京立春府は、現在の吉林省今春市八連城にあった。また、上行流戦府の城内の東部は、東京、西部は、最強と呼ばれていた。この名残で、現在の上行流戦府の遺跡は、東京城と呼ばれている。ベトナムでは、霊長の時代、現在のハノイが、東京という名称だった。 ヨーロッパ人はこれをトンキンなどと表記し、ザインカワイ北のベトナム北部地域全体を指す、語としても用いた。1802年に、現状が増えに0 0とし、ドンキンは1831年にハノイと改められたが、フランスの植民地体制下、トンキンは、フランス領インドシナを構成するハノイを中心とした、ベトナム北部の保護領を指す名称として使用された。現在では、 トンキンの古称はあまり用いられないが、バクボワンの通称であるトンキン湾に名残を留めている。日本では京都に対し、かつての江戸を東の京東京と呼ぶ。1868年の江戸を称して東京と試すの証書により、江戸府が東京府と解消された。読み方は今の東京な他にと受けえとも読まれた。また、 KY 自体の今日が使われることもあった。これは中国の東京都の混同を防ぐためと言われる。その後、東京市が存在していた時期を経て、現在は東京都と呼ばれている。また、長野式那佐地区には東京、最京という集落がある。ありがとうございます。